中です。皆さんこんにちは。今日は2人でやるトレーニングをご紹介していきたいと思います。ぜひ楽しんでチャレンジしてみてください。それではレッツチャレンジ。はい、では最初のトレーニングです。今日は2人組でトレーニングを行います。今日はノリコーチとミチコーチに、トレーニングをやっていただきます。じゃあ最初のトレーニングです。最初は、大体2メートルぐらい、ノリコーチ、ミチコーチで離れていただいてボールを投げてキャッチ、投げてキャッチを行います。投げてキャッチ、それができたら今度地面にワンバウンドさせてキャッチ、ワンバウンドさせてキャッチ。はい、これができたら今度、少しゲーム形式でやっていきます。最初ミチコーチがボールを持ちます。でノリコーチは、手と言われたらボールをキャッチします。で返す。で今度頭と言われたらヘディングでボールを返してください。で必ずミチコーチは投げると同時に手か頭を伝えてください。じゃあ一回やってみましょう。頭、手、手、手、頭。はい、でこれができた方は今度逆でいきます。手と言われたら頭、ヘディングで返す。手、頭と言われたら手でキャッチ。頭。さあこれでやってみましょう。手、いいよ。頭。右か左を伝えます。右と言ったら右手でキャッチ、右で返す。左と言ったら左でキャッチ、左、そして返す。これを行っていきます。さあやってみましょう。左、左、右。はい、では、これも逆バージョンいきます。右と言ったら左でキャッチ、右、左と言ったら右でキャッチ、左。さあこれもやってみましょう。左、いいよ、右、左、右。では、そのままボールを下に置いていただいて今度はキックでやっていきます。やり方最初と一緒で、ミチコーチが蹴ったボール右と言ったら右足でコントロールして返す。はい、右、右でコントロールして返す。左と言ったら左足でコントロールして左、返してください。さあやってみましょう。左、右、止めると解けるところはどこでもいいです。しっかり止めてしっかり蹴ってください。右、ではこれも先ほどと一緒で右と言ったら、はい、左足でコントロールしてキック、右、左と言ったら右足でコントロールしてキック。はい、左。さあ逆バージョンでやってみましょう。はい、一応こう、左、右のリボースナイス、右、右、もういいよ、頭使って、左、左、いい、左、おい。はい、次のトレーニングです。次のトレーニングはボールを蹴ってみます。ボールを落としてワンバウンドしたのを相手に向かって蹴る。さあ1回やってみましょう。蹴る、でキャッチ、そして同じ蹴ってキャッチ、蹴ってキャッチ、反対の足もキャッチ。まずはどこで蹴ってもいいです。つま先でも足の甲、足の内側、足の外側、どこでもいいです。ワンバウンドしたボールを相手に向かって蹴ってみましょう。強く蹴ってしまうと、家の中が壊れてしまったりどこか飛んでってしまう可能性があるので、しっかり相手に向かって優しく蹴ってください。はい、ワンバウンドキックができたら今度は連続でボールを蹴っています。ミチコーチがワンバウンドして蹴ったボールをノリコーチもワンバウンドしてミチコーチに返す。さあそれを連続で、よし。
しく頭。こんな感じでいったらまたボール持ち替えて、はい、やってみましょう。頭。手。手。僕、渡辺健太からの宿題です。できる方はトライしてみてください。では、説明します。まず2人で行うトレーニング、投げてもらう方から右手と呼ばれたら左足を返します。左手と言われたら右足で返します。右足と言われたら左手で返します。左足と言われたら右手で返します。全部対角線に、対角線の逆の方を出してください。頭を使うトレーニングなのですごく難しいですが、トライしてみてください。福島ユナイテッドのホームゲームでは親子サッカー教室も行っておりますので、ぜひ参加してください。詳しくはこちらまで。